その代わり今よりも強くなる方法を私に教えてくれ。このケーキな、すっげー甘くて美味しいんだぞ。私が食いたいぐらいなんだからな。そういえば、斧ってどっから食うんだ？口は？まあ、とりあえず、ぶつければ味はわかるよな。はあ、主は変わらぬな。味噌汁、私を。味噌汁ではない、ミトラフだ。それな、それでさ、味噌汁、私は。私は今よりも強く最強になりたいんだ。だからその方法を教えてくれ。何故、主はさらなる力を、最強を求める。私はみんなを、団長を守りたい。誰からも食われないようにしたい。だから最強を目指すんだ。己が望みを自覚し、力を求めるか。まさか主がそこまで成長していたとはな。予想外ではあるが、その成長を我はことほご。そしてその願いを忘れずに強さを求めるのであれば、主もまた最強という二文字を得る資格がある。よくわかんないけど、強くなる方法を教えてくれるのか？良い機会だ。少し我のことを話そう。我ら天聖騎は元はただの武器、故に意志などというものは存在しない。されど所持者と共に戦いを続けるうちに、所持者の意志が徐々に我らに焼き付いていったのだ。それは所持者の願いの場合もあれば、人格そのものが焼き付いた場合もある。そして我にはかつての所持者が今はの際に願った強い思いが焼き付いている。その思いが時とともに我という人格を生み出したのだ。へえ。なあなあ、前の使い手ってどんなやつだったんだ？やっぱり私と似たやつなのか？我のかつての所持者は白空戦争の戦災に巻き込まれ、家族を失った軍属の青年であった。その後、我を振るうに足る素質を持つということから、その青年は我の所持者に選ばれた。そして最強になれば全てを、大切な人を守れる。最強になれば自分のような思いをする人間を減らすことができる。その思いを胸に秘め、空の世界の敵と戦ったのだ。なんか難しいこと考えてたんだな。私よりも賢そうだぞ。そうだな。されど繰り返される戦いの日々の中で、青年の心は徐々に摩耗していった。そしていつの日か、青年の心から
その願いは忘れ去られ、ただただ敵を倒すだけの存在へと成り下がった。だがあの日、大怪我を負った青年とその妻との対話が青年の止まった時を動かし始めた。はあ、どうして、どうしてこんなになってまで戦うの？こんなになってまであなたは何を成したいの？最強になりたいんだ。だってどうするのよ。その先にあなたは何を求めるの？何もない。そんな空っぽの願いなんて叶うわけないじゃない。人は何かを求めるから頑張れる、未来を考えることができる。なのにあなたのその願いには未来がない。お願い、そんな夢は捨ててよ。じゃないとその願いに押しつぶされて、あなたが、私、あなたのそんな姿は見たくない。だからお願い。青年の妻は涙ながらに何度も何度も訴えた。しかし青年は最後までその言葉にうなずかなかった。おそらく忘れてしまったかつての願いの残滓がそうさせたのだろう。それからしばらく経ったある日、星の獣が青年のいる町を襲撃した。我と青年は星の獣を迎え撃ったが、青年の体は限界に達していてな。その命は風前の灯火であった。しかし、逃げろ。嫌よ、あなたを放ってなんていけない。だってあなたが好きだから、あなたとずっと一緒にいたいから。だから私があなたを守るの。俺は、そうか、俺の本当の願いは、所持者を助けたい。ただその思いだけで星の獣に立ち向かい散っていった妻の姿。そして妻が見せた大切な人を命を懸けてでも助けたい、守りたいという意志、それらを目の当たりにして青年はかつての願いを思い出した。そして気づいた。求めるものが願う理由を持つことこそが最強になるための資格である。力と心両方備えてこそ真に最強になれるということ。そして
同時に願った。次があるのなら今度こそは願いを忘れずに力と心両方備えて本当の最強、大切な人を守れる存在になりたいと。その今はの際の思いが我には強く焼き付いている。故に我は担い手をかつて青年が願った最強へと導くのだ。そして今代においてその資格を持つ者こそがこの団の団長であり主である。おい、主はいつから寝ていた？いつ？そんなの覚えてないぞ。確か前の使い手は私と似た願いを持ってたんだよな。わかった、今度はちゃんと聞くぞ。聞いたのは私だもんな。今度眠くなってもほっぺたをつねれば。失念していた。主には平易に分かりやすいように話さなければならないのだったな。でもなんとなくは分かったぞ。お前を使ってたやつは守りたいものがあったんだよな。私だってそうだ。私も団長たちを守りたい、ずっとそう思ってるからな。なんで笑うんだ？私変なこと言ったか？主は単純だがそれゆえに一途だな。そのまっすぐで偽りのないあり方は尊敬に値する。そのまっすぐな思いが願いがあれば団長と共に最強の道を歩めるだろう。いな、我が主を最強へと導いてやる。本当か？じゃあ教えてくれ。もっと強くなるために私は何をすればいいんだ？まずは団長たちとの仲を深めるがいい。それだけで主は今以上に強くなれるだろう。仲を深める？勝負するとかじゃなくてか？